スタジオには地元東京62期先ほど引退セレモニーをお客様の前でなさいました佐久間宣行選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。泣いてませんか？はい、もう泣きません。いや、涙出ちゃいましたね。いや、もう結構最終レースの時もさらっと終わって、やりきった感があったんでね、あったんですけど、やっぱお客さんの前で言うとな、ダメですね。ダメだね。はい、まさか泣くと思わなかったですね。はい、あ、まさかでしたか？はい、まさかの感じでしたね、自分の中では。はい、そうですか。やりきったとおっしゃいました。去年の四日市の F1 ナイター。はい、クリスマスイブがあれラストランだったってことですね。そうですね、そこを区切りとして最後にしたんですけど、いやまだお客様から早い早いって言われてたじゃないですか、まあ、早すぎますよ。まあありがたいんですけど、自分の中ではもう精一杯だったんで、ここら辺でという気持ちがもう今年の頭ぐらいからあったんで、今年、あ、去年です。あ、去年ですね、はい、去年の頭からですね、はい、はい、ありましたんで。何かきっかけあったんですか？まあ、いろいろ接骨院をオープンさせるためにいろいろ考えたこともあって、うん、あ、もう次が決まっているから、はいはい、そういうことがあったんですけど、はい、まあ、自分の体力も落ちてきたんで、っていう感じで今年の頭から少しずつ考えてました、はい、接骨院、はい、大したもんだね、佐久間さん。知ってた。いや、ラストランだって聞いて、あ、もう引退じゃないかなって聞いたんで、はい、夜中電話したんですよ、はい、24日の夜中ね、はい、クリスマスイブ、はい、うん、わざとね、夜中、まさかケンジさんが電話かってくると思わなかった。クリスマスイブに、ま、寝てんのかなと思って、はい、サンタだよって、ね、起きてましたね。寝れなかったですね。寝れなかった、やっぱ寝れなかったです、その日は、はい、そうですね。どんな話をされたんですか？まあ、いろいろとね、まあ、これからのこともそうだし、うん、政治経済のこともお話ししました。まあ、ないですけど。29年間の選手人生振り返ってどうですか？まあ、大きな怪我して1年間休んだりしたんですけど、うん、はい、今思うと本当楽しくて幸せな競輪人生でしたね、はい、あ、特に印象に残っているレースだとか、はい、何かそういう思い出のシーンありますか？やっぱ立川記念の優勝とは、あ、はい、あと、よく健二さんに先行させられたって言ったら覚えてないですね。49周年の前節、平成13年の1月7日ですよ、はい、まあ、昔の話ですけど、それがやっぱ自分の中で一番嬉しいレースです。その時もね、はい、一緒に参加したんですよ、立川記念ね、で走る、そうですね、決勝の前にちょっと熱出ちゃったって言うんですよ、なんか知恵熱かなんか出ちゃったんですよ、ね、興奮しすぎて、寝てろ寝てろってね、こちらも走るもそうですけど、看病が大変だったんですよ。で、優勝ですからね。そんな状況下で地元記念で優勝できちゃうんですか？その後こう表彰式行って雪も降ってたね、そんな危険だ、うん、すごいこう、雪積もっちゃって、僕らも立川から帰るに帰れなかった。そんな、はい、そのぐらいこう積もった、それで覚えてるんですよ。まあ、印象深いですね。印象があったね、はい、うん、忘れられない。あの時も、ね、見ててね、もう私たちも涙ボロボロ出ましたね、嬉しくて、はい、今日もです。佐久間宣行選手、全国の皆様にご挨拶をお願いいたします。29年間、幸せなファンに囲まれて無事走ることができました。ありがとうございます。これからも立川競輪よろしくお願いします。本当にお疲れ様でした。佐久間宣行選手でした。